そうよ、これで俺の勝ち越しだ。俺との行方も分かんねえのに、何も待ってられんかよ。シドリが危険なのは分かってる。あいつの動きを見切れなければ確実にやられる。忍び以外にも何ができるのか、もっと考えてみたいの。あとは平定に向け適当に環境を作っていく。と手回しした甲斐があった。ついに祝賀なるか。つまり完全な大つつきになった。これまで長く時間がかかったが、これは願ってもない幸運だよ。おそらくいねえはずだ。俺以外にも大勢連れてこられたが。